エレージングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属ス、マチソンデ、ビンダッハ、フィンニングと共に、行政共同体を形成する。エレージングは、アンマー湖の北西約6キロメートルに位置し、ビュルム表記に形成された、アルプスの先山にあたる丘陵に囲まれている。本市は、公式には5つの地区からなる。 このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。6世紀のものと同定される一連の出土品は、この町が古い定住地であることを示している。村の最も古い記録は、1126年の文書に現れる。エレージングは長らく、フェル男爵の閉鎖豊富マルクと出会った。1818 18年に自治体としてのエレージングが成立した。 1887年に、ザンクト・オッティリエン修道院が創設された。ザンクト・オッティリエンのベネディクト会修道院の墓地には、第二次世界大戦中に連行された46人の強制収容所犠牲者と9人の強制労働従事者、それに、ナチス圧政下でのすべての犠牲者に捧げられた、記念碑と強制収容所犠牲者の共同母一旗と個別母四旗がある。長は、 ミハイル・クロッツである。上議会は12議席からなる。図柄、基部は鈍角の三角図形。その中に青いウルリ・ヒ十字。残る部分は黒字で、斜め十字に組み合わされた銀のグリップを持つ金の、戦子が2本。ありがとうございます。